こんにちは。始まりました、川西美希です。はい、ということで今回はですね、ちょっと笑ってしまったんですけれども、今実はこちらに姉がいるんですね。こんにちは、姉です。ということで今回は初めての企画です。姉の化粧品を使って姉メイクに挑戦したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで動画出演3、4年ぶりということで、今回はですね、姉の化粧品たんまり持ってきていただきました。こんなたくさんあるんですけど、私がこれを使ってメイクしちゃうと化粧品は違えどいつもの私のメイクになってしまうんじゃないかなということで、使い方も姉に教えてもらいつつやっていきたいと思います。どんな感じになるんだろう。意外とさ、どういう化粧品使ってるとかそこまで知らないよね。まずは何をしたらいいですか。私は絶対まず日焼け止めを塗ります。おー、ミキがいいって言ってた。クリームだけど日焼け止め効果が入ってるから、化粧するときにもう一回日焼け止めを塗らなくてもいいから楽で、よく使ってます。こちらですね、カネボーインデイ。こっちがちょっと軽めのタイプで、もうちょっとバージョンアップして最近発売したのが黒い方。まあ、持ち運びにはこっちの方がいいよね。それは瓶の方もある。あ、瓶の方もあるんだ。瓶だと取りにくいからそっちにしてるって。あー、こっちが SPF30PA3+ で、こっちが SPF20PA3+。 こっちの方が強いね。え、これはもうないの。じゃあこっちを使っていきます。付属のスパチュラで一杯。これ手に一回乗せて点置きして広げるって感じ。結構私もちょっとたっぷりつけてる。そう。あ、もっとつけていいんだ。わかんない、好みだと思う。つけすぎるとヨレになるから、ちょっと時間を置くようにスキンケアして。普通にクリームと一緒な感じで、スキンケアとして。これすごい軽いよね。そう、だから普通の日焼け止めってもっと重いものが。そう、最近軽めのものもね、そうそうそう、多いけど。白いミルクとか結構好きだけど。うん、いいね。確かにお白いミルクの方がもっと油分が多めで、こっちの方がちょっとさっぱりしてるかも。あと匂いがいい。はい、日焼け止め塗りました。そしたら一回ティッシュオフするそうです。次は下地です。下地もいくつか使ってるんですけど、フレドポーとアンドビーは多分日焼け止め効果も入っている。へえ、確かにメイクアップフォーエバーこれ入ってないよね、うん、日焼け止め。今の一番お気に入りはフレドポーです。真ん中、こちらはフレドポーボーテボワールコレクチュール N SPF25 の PA2+ 入ってます。フレドポーこれいくらすんの。高かったけどすごい少量でめっちゃ伸びるから。へえ。でしかもすごいトーンアップしてくれる。お、塗った後の肌質がすごい綺麗に見える。へえ。けどアンドビーもそんな感じ。このぐらい取りました。え、楽しみ。使うの、なんか軽いね。そう、めちゃくちゃ軽い。スキンケアじゃないけど、それもみずみずしい感じ、うん、私はミキと違って結構乾燥肌保湿だったりとか重視でやってるんだ。うわ、軽っ。すごいつけ心地もいい。え、めっちゃいい。私はもう皮脂テカリ吸収しかつけないから、不思議な感じ。新たな扉開いたぞっていう冬とかね、私でもこれ使えそう。よれやすさとかはどうなの。はそんなに特化してないから、なんかそこまで感じないかな。うん、で一回スポンジで落ちましてください。はい、スポンジいつも何使ってる。ロジーローザ。うん、ロジーローザが多いかな。ロジーローザの四角いやつだそうです。私もこっちロジーローザのいっぱい袋に入ってるやつ、30個入りとかのやつかな。え、でもこの下地全然塗った感ないね。うん、めちゃくちゃ良くない。確かに肌綺麗に見えるけど厚さがないから。そう、特にさ、めっちゃツヤ出してくれるとかでもないよね、うん、ナチュラル。次はファンデーション。最近何使ってんの。最近はジョンセンブルに戻りました。でかくない、そっち。何でかい。崩れには黒い方がいいっていうのをちょっと見て、うん、そっちに変えてみて、で下の方にコンシーラーが入ってる。ああ、そういうことね。その分の厚みがめっちゃ大きい。こっちが私も前使ってた、うん、でそっちの方が崩れにくい。じゃあこっち使いますね。こちらはジョンセンムルのクッションファンデ。何、テラップで書いておきます。まあ、こっちはよくよくある感じのクッションファンデになってるけど、下スライドで開かない。うわー、コンシーラーがついてる。でもコンシーラーは使わないそうです。コンシーラーとか涙袋とか。あー、はい、じゃあクッションファンデ。え、これはどんな感じの。つけすぎた。うん、姉ちゃんのそんなつけないもんね、ファンデ。全然つけない、半ポンくらいだよ。半ポン。でもそもそもジョンセンブルってカバー力強いイメージ。1ポンでここ。おお。なんかスキンヌーダーの方がもうちょっとスキンケアっぽいっていうか、ツヤっぽい感じ。こっちの方がマット。こっちなんかもうちょっと密着してくれるっていうのかな。ピタッとくっつく感じだ。ピタッまではいかないけど、私はそんなピタッとするエスティローダーのやつとか。そうそう、エスティローダーとかシューエムラとか、ああいうピタ系は乾燥肌だから合わなくて。つけすぎだよ。つけすぎか、うん、スポンジで取るか。はい、このスポンジでずっとこれ使ってるそうです。数年、それが一番使いやすい。ちょっとペタペタしてるやつ。ペタペタして結構取ってくれる、ファンデーションで。あー、密着させてくれる。さらに目の下めっちゃ汗かくから、あ、目周り、鼻周り、鼻とかはマスクするからそぎ落とす、もうファンデーション。あ、ほぼついてないぐらいに、うん、ちょっと赤くなっちゃってもいいの。うん、マスクする前提のメイクっていうのはある。うん、面白い。全然違う。するけどめっちゃ塗ったくりたい人だから取られるのがすっごい。それぐらいでいいと思うんだよね。
そしかもコンシーラー私塗らないからさ。え、どうすんのこのクマ。コンシーラー、まあ、ニキビとかに使うんだったらローラメルシエ使ってる。ローラメルシエのフローレスフュージョンウルトラロングウェアコンシーラー。ローラメルシエってさ、名前死ぬほど長いよね。こんぐらい？すごい薄いね。うん、塗った感じあんまない。次はココナ、最近お気に入りで使ってる2つはこれかな。動画でも紹介したことがある3アドバンスドエリシアルスムースオペレータールースパウダー01マットな方と、あとコスメデコルテのトランスルーセントセッティングパウダー。コスデコってあっちの方がすごい人気だと思うんだけど、店員さんがこっちの方が崩れに強いっていうことで言ってたからこっちを買ってみた。パウダーの方ってさ、コスデコのって持ち運びに超でかいもんね。でこっちはすごいコンパクトになってて、うん、確かに薄いしね。でブラシもセットになってるから、うん、持ち運び用にもいいなと思って。でもスポンジでつけてるでしょ。そう、ロージローザのスポンジで結構取る。結構つけちゃう。これをあ、ちょっと白いベールをまとうぐらいで色はないから、うん、つけてる感はそこまでないかもね。これでベース完成。うん、全然カバーできてないんだけど私的に。大丈夫かな。大丈夫。ちょっと粉っぽいなっていう感じがあるから、うん、ブラシでちょっと取るかな。この鼻のニキビやばいって。皮むけ超起こしてるもん。やっぱちょっと白いな。白いよね。塗りすぎたね。 MIMC の201のブラシを使ってでちょっとはたきます。そしたら、うん、私目の下が本当によれるから別でパウダーを。目の下につけるのはローラメルシエのシークレットブラーリングパウダー4アンダーアイズ部分用パウダー。粉がめちゃくちゃ細かいからローラの専用のブラシを使って目の下につける。ちょっと崩れやすいなって思うところに私はつけるから、目の下、鼻周り、あと口周りとかにつける。でも色はつかないけど、ただよれにくくしてくれるって感じ。そしたら次は私は目だね。え、目？ハイライトは？ハイライトはね、最後の方だね。へえ。そうだ、その前にリップ。一周回ってモアリップ。最近モアリップがまあ一番無難でいいよね。昔エミチーが使ってるやつ流行ったよね。そうそうそう、懐かしい。そっからずっと使ってる。でもやっぱモアリップいいね。敏感な唇の人とかはモアリップってイメージな気がする。はい、次。私目の上はファンデーション塗らないでアイシャドウベースをまず塗る。こちらはルナソルのアイリッドベース N01 番。ベースであれば何でもいいと思う。コンシーラーみたいな。これ目に塗っていきます。結構つくからそれで両目でいいと思う。あ、より厚くなっちゃうと思うから、もうつけすぎると。アイシャドウ塗る前に何かしら塗ってる。あ、色がついてるから、うん、ファンデーション目に塗らなくて、そうそうそう、これでいけるよっていうやつね。はい、塗りました。でまた取る。私はよれそうじゃん。おん。え、これ意味あるね。けど自分の中の決まり的なね。ある。あるよね、化粧だと。化粧とかって結構自己満だから自分の中でね、おまじない的な感覚よね。次アイシャドウ。最近はピンク系かブラウン系。ブラウンだったらマムアンドの10色これねが好きでよく使ってるんだけど、02番。あとはその日によって変えて。好きだもんね、コスメ姉ちゃん。ミルクタッチ BMF アイシャドウローズヒンスニューデマットのピンク、くすみローズ系ね。確かに全部くすみローズなのかな。うん、コスデコ02番、これもくすみローズだね。めっちゃ似てない？この2つ。でもめっちゃ似てるやつばっか買っちゃってる。コスメってそうなのよね。けど塗ると違うんだよ。わかる、顔も違うよね。変わる。これも似てる。今日はそれをベースに使っていこうかな。はい、こちらアイムミミカラーパターンパレット02番、ペタルパターンというやつですね。これめっちゃちっちゃいのにいろいろ入ってるね。6色入ってて、でそれは多分チークだよね。チークだね、すごい。まず私は中間色から塗っていく。このどっちか3の丸っこいブラシか6プラス、けどそれが一番多いかな。2つ塗られるから、それを真ん中の下、これ、うん、大幅で目尻を長めに引いちゃう。大幅、え、アイホール全体でいいの？うん、あー、ただごめん。え、目尻側から乗っけてほしかった。目尻側からね、うん、目尻側にまず乗っけて、うん、広げていく感じ。内側に、うん、こんなちっちゃいのでやるんだ。まずね。へえ。ちょっと濃いですけど、まあいいです。調整します。めちゃ濃いよ。いや、そんな乗らないもん。じゃあこっちで挑戦して。ふわっとね。ふわっこ、うん、へえ、これふわっとのセルフでなんだ。うん、こんな感じ。目頭の方がちょっと濡れてないから、もうちょいもっと塗るんだ。カメラで見るとね、死ぬほど濃いんだわ。こっちだとまあそこまででもね、肉眼だと、うん、で下の方にも私はそれの同じ色を塗る。こちらのアイシャドウブラシ、下にのせるのにめっちゃ使いやすい。下だけにしかつかないのこれ。私はそれ下だけ。目尻側のはみ出たところをつなぐような感じで、さっきと同じ色を乗っけてくる。はい、眉毛がない。眉毛はその次。このぐらい全然違うね。面白い。使うブラシの種類とかもさ、全然違うし。順番とかね。ね、順番を。だってチークない、眉毛ない、違和感ですって感じ。で、さっきの筆で、コスメデコルテの02番の方を。あ、そんな塗らなくていいですか？あ、そうなの？ほんとちょっとずつ調整してみて。塗りすぎ。ほんとち
ちょっとずつ目尻の上を濃くしていく。ここグラデーションになるようになって、で目開けた時にもうちょいつながるようにうまく調整する感じかな。丸く、うん、繊細なお仕事。ミキは大胆すぎるって思う。ノーミラーの時のあの現象は普段めっちゃ濃く塗ってんだなっていうのがよくわかる動画だった。私は薄めのやつがすごい好きだから、アイシャドウとかベースも塗らないでブラシでゴソゴソ塗るのが好きどう？なんか変だね。まあいいや、もうやめよう。そしたら、ベース色をアイホール全体に塗っていく。これブラシでかっ。ローラメルシーすごいね。目頭側からポンって乗せて、うん、薄くしていく。こうやってね、もっと私ガーって上もやっちゃう。グラデーション、ここは大胆でいいんだ。あ、そう、そこで薄くしていくっていうのかな。全体見てこれで調整していくのね。なったわ。やっぱ最初にさ、こっちすごい濃く塗っちゃったから。どう？なんかもうわかんない。え、どうしたらいいねん私がメイクしてってこう教えないと難しいね。確かに、言葉で説明するって。そしたらとりあえずアイラインいく。とりあえずアイラインいく。諦められました濃いやつ塗らないの？まだ塗らない。いやあ、あやー、そうなんだ。アイラインは？ごめん、その前に一回ビューラー。はい、ビューラーはローラメルシ。私の目の形に合う。目尻までしっかり上げられる。結構カーブ緩いね。次はアイライン、はい、こちらキャンメイククリーミータッチライナー02番。これをインラインだけに引く。そのためにまつげ上げたって感じ。え、姉ちゃんってさ、インライン見える人？めっちゃ見える。へぇー、から引かないとおかしい。あんまり。でも、あ、引いてるから見えてないんだ。久しぶりにインライン描く。引いてないんだ。引いてない。目尻にしかアイライン引いてない。めっちゃ楽だよこの工程。なんかね、いろいろ模索してる。薄い方が流行ってるしね。目頭側からアイラインがっつり引いちゃうと、うん、キャワく見えるよね。かといって引かないとやっぱ目の形なのかって私も思ったんだけど、遠くから見ると全然違和感ない。意外と、まあ、自分が慣れてないんだけど。そう、抜け感ができていいじゃんって思うようになった最近。で次は目尻側にアイライナーを引く、はい、おい、エトボスなんだ。ミネラルスムースリキッドアイライナーピンクグレージュ。でアイライナー目尻に引いてくんだけど、下に直線的な感じ、まっすぐまっすぐ下にこんな感じ。うわ下手くそ。うわここでこう引っ張って、で、あー、もうそんなに引いちゃったか。はい、うわー、方向が違うけどもうしょうがないわ。もっと下、もうちょい下横、こうやろ。私どんな感じで引いてる？に同じ同じ。嘘嘘、そんな下がってないよ。目の形か。そうだよ。そしたらもうちょい横にまっすぐって感じかな。こう、アイライン、くどんと下手だ。めっちゃ下手だよね。大嫌いアイライン。なんでなんで、習字やってたのに。なんでそんな下手なの？で、習字って私上手い方じゃなかったじゃん。確かに字が下手で炎上してんだこっちは。やばい、俺でも習字習ってた。そうだよ、習字5段になったんだけどね。段は関係ない、段は関係ない。あれはやってたらできるから。確かに5年間やってたからねダメ。アイシャドウでどうにかしようよ。もうそうだね、うん、諦めよう。でも目の幅が出たよ。でもあんまりこの色ピンクグレージュだけどさ、ピンクって感じないね。目に引くと全然じゃない。うん、すごいナチュラル、かわいい。そうだから、あんま強調しすぎなくて、うん、最近好きで使ってる締め色を入れます。太めのやつで締め色入れるんだ。エトボス、これがめっちゃ使いやすい。へえ、ミルクタッチの右下か。ミキが好きでよく使ってる、あー、ロマンドのあの茶色。うん、あれかわいいよね。全然順番違う。おもろ、みんな違うんですかね順番。でもこれだったら昔の私のメイクみたいになっちゃう。濃い。確かにミキがすると濃いね。なんで？不思議じゃない？うんうん、しょうがないね。もう姉ちゃんこんな濃くないよね。濃くない、めっちゃ濃いね。多分アイラインの引き方、幅とかアイシャドウの塗り方が微妙に違うんだろうね。カラコンもあるな。次、眉毛は定番のイプサを使ってます。はい、イプサの私が昔大好きで使ってたアイブロウクリエイティブパレット、これがいいですよね。上の2色濃いめ多めで取って、真ん中から、真ん中から眉尻をそれで描く。形は、形はとりあえず整えるぐらいでいい。でふわっとした筆で一番薄い色を取って、はい、眉頭ふわっとのせるだけ。眉毛の形とかもさ全然違うじゃん。確かに、姉ちゃんはさ超毛がブワってあるじゃん、うん、私その眉頭、ね、ピンピンピンってやつ憧れる。で今日ピンクだから、はい、ピンクちょっと重ねるかな。本当だ、ピンク超使ってあるね。全体に、全体にふわっとのせる。次は眉尻をこれで描く。シュウエムラのハードフォーミュラハードブラウン03番。先っちが特殊で描きやすい。下の方をそれで整えていく形を、うん、で眉尻をそれでしっかり描く。でその濃いのをスクリューブラシで、フミのスクリューブラシ、これ曲がってるやつね、を濃いと思ったところをこっそり。全部だろ。おい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 、眉毛染めてる今。うん、でも結構黒くなってきた。塗る塗る。ヘビーローテーションの一番明るいやつ03番アッシュブラウンですね。でも最近使わないようにしてる。前はもう欠かさず塗ってた。わかる。でも染めた方が早いやんって気づいた。あ、それはもうね、忘れちゃう。そう、1週間に1回はでも染めないと。どう、ちょっとマシになった？あ、確かにちょっとマシになった。そしたら目に戻ろう。ラメつけるの忘れてた。私の推しの失
ピシピとエチュードのエアームース101を目の下にダメ入れてます。目頭から真ん中ぐらいまで点置き。え、どのぐらい離す？あ、けどそれぐらい。あ、4回ぐらい。そうだね。こんぐらい、うん、綿棒で。で、綿棒でちょっとそれをぼかす。これ点置きの意味ある？うん、確かにまあでも可愛い。黒目の下にあった方が絶対可愛いよね。で、私は涙袋とかを一切もしない。やばすぎ。もう嫌だもんもうめっちゃ今塗りたい。ここが暗いと私クマもあるから顔全体が暗くなっちゃう。そしたらマスカラの先にホットビューラー。けど後にもする。すごいまつげは結構こだわりがあるからバッチリ固定します。姉ちゃんさ、あんまり上がんない人か。そう、下がっちゃうんだよね。ああ、私上がるよね。多分まつげが細いんだよね。まつ育してなかった時とかビューラー絶対しなかったもんね。あれすごいと思う。私結構バラバラしてるから。へー、寝癖じゃないけど、うん、なんかビューラーした時にいろんな方向向くから。へえ。そっか、まつげの癖とかもあるもんね。そうそうそう、おちゃんのヒゲみたいな。おーちゃんのヒゲそう、だからそれを整えるっていう意味で、うん、最初にやるかな。やったらマスカラこれですね。デジャブラッシュノックアウトエクストラボリューム E1。 これ綺麗だよね。何か使っても結局これが落ちやすいしダマにならない。あと伸びる、うん、めっちゃ伸びるよね。ダマにならずにすげえいい。これは確かに。でも大きくてさ、私上と下一緒に塗りたいタイプだから。ああ、そう。でもこれいい。そう、いや慣れたら全然だったけどね。今は下用を使っちゃってるから、うん、大きいなって感じるけど。あ、最近みんな結構分けてるよね。え、マスカラはさどこ重点的に？目尻。いや私目尻釣り目だからさ上がるのが許せないんだけど。え、けど私は垂れ目だから釣り目に憧れてるからその釣ってる感じ好きだけどね。マジ？え、ね、伸びたと思わない？最近ちょっとサボってるけど、昔ニコルンをポップティーンでメイクしたことがあったのね。その時にさすっごいまつげがすごくて言ってたね。めっちゃ覚えてる。それ覚えてる。そうすごかったっつって。え、私人間であんなまつげを密集してる人見たことなくて。もうつけまつげだよねあれは。すごいね。びっくりしちゃった。全然アイラインとか塗らなくても。そうだね、密集してるからそれがアイラインみたいな。そう、ああいうまつげになりたいなって思ったけど、まあ、追加しても多分無理だねあれは。もうお人形さんみたいな目だった。どうだ。うん、いいでしょう。で、下で下まつげ全然ないから塗れないよ。でも前よりは右は増えた。左も一応増えてはいるんだけど、もともと量がなかったからけど。そう、前よりはちょっと増えたの。目尻に塗れてる。そう、前全く塗れなかったもんね。目頭、あ、こっちも塗る。この辺も塗っちゃう。垂れ目ゆえんできることだ。え、そうなの。私ここ塗ったことない。ここ10年以上。へー、こっちに重点が来ちゃうからこの形が変わっちゃう。垂れ目にさせたいのに。え、めっちゃ違和感だもん。怖いもん。へー、けど確かに変だね。ミキのだよね。もう真ん中からこっち塗ったことあんまない。ほんと。しかもなぜか目頭意外とある目尻に欲しい。欲しい。だってこことかマジでないから。そこが欲しいよね。欲しい。いや、めっちゃ濃いね。前のミキって感じ。わかる。ちょっとカラコン変えてみようか。でもさっきよりマシになった気がするけどね。で、次がジョンセンブルのアーティストグロータッチウォーム。このブラシ何？これめっちゃ使いやすい。使いやすそう。あ、ベアミネラルなんだ。え、これいいね。この辺？うん、縦のライン。ピューって塗るの？そんないっぱい塗らない。軽くふわっとペットと顎とおでこ。おでこどこ？真ん中ら辺にポンって乗せて、そこからぼかす。目頭、指で、チークがローラメルシェブラッシュカラーインフュージョン06番。ブラシがナーズのチークブラシ。これチークブラシなんだ。を軽く取って、ハイライト入れたとこぐらい。よりちょっと下目。ここ、うん、あ、そうそうそう。全然塗れないで。もうちょっと塗っていいかも。ここ、うん、シェーディング塗らないんだ。うん、最近はあんま塗らないかな。濃く見えるなと思って。ほう。でも顔の形によってもさ、チーク似合う似合わないあるからね。例えばさ、面長だったらここにチーク入れたらより顔が長く見えちゃうじゃん、うん、もうちょっと位置低くしないと。適当に塗ってるかも。コンプレックスに対して何かとかあんまない。メイクっていうよりは私は単純にコスメが好き。だから私はコンプレックスを隠すためにメイクしてるから、メイクが好きっていうよりはコンプレックスカバーできるのが面白いって思ってやってるから。やっぱチーク入れると全然違うね。ありがたい、チークの存在。はい、最後はリップです。何を使うんですか？最近好きなのはこの2つ。はい、 How do I look、 これですね。こちらかシュウエムラのやつ。シュウエムラアプリケーター超ちっちゃい。これ人気のやつだよね。インスタでよく見る気がする。でもこれ気になる。 How do I look。 ティントだけど私は顔向けしない。取る？リップ。あ、一回オフする。あー、軽い。そう、めっちゃ軽い。アプリケーターの感じもいい。で、そうだね、山はちゃんと描いて。あ、これいいね。違う色気になる。唇割れないし、めっちゃいい。無香料。伸びがすごい。え、で、落ちないよね。落ちない。だってもう落ちないもん。
すごくない？みずみずしいんだけどロムオンだとまた違ったみずみずしさだよね。不思議だな。で仕上げによれないようにするやつ、がっつりの日はカバーマークをしてコスレコ、これやってこれめっちゃ乾燥するから全然この2つやっても、やるから乾燥するんじゃなくて逆に、うん、カバーマーはちょっとつけるのに時間がかかるから、うん、大体はコスレコ、こっち、うん、じゃあこっちだけでいい、うん、を10回、中にでもオイルっぽい感じあるけどね、保湿みたいなのしてけど崩れにくさもあると思う、やると違う気がする。あ、いいミストだ。はい、じゃあこれで完成ということで髪型も仕上げたいと思います。はい、ということでこれで姉ちゃんメイクの完成です。姉ちゃんメイクはい、ということで完成はこんな感じになりました。はい、どうでしょうか、どうでしょうか、どうでしょう、濃い、私の一昔前のメイクにそっくり、まあ、垂れ目がないところとか涙袋がないところとかを除けば、はい、ということで今回はこんな仕上がりになりました。いやー、なんか難しいね、難しいメイクって。でも楽しかった、すごい新たな発見がいろいろあったから。はい、ということで今回は姉のコスメとあと姉の言う通りにメイクをしてみました。企画系のやつ久しぶりにやって楽しいなと思ったので、また何かあればやってみたいと思います。リクエストあったらぜひコメントで教えてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いや、なんだその作った感じそれではまたね、なんだこれ、バイバーイ。